はい。こんにちは。ガーチャイハオです。あげまして。おめでとうございます。相当、遅い。<laughs> 今年初動画になってしまいましたけども。えー、ちょっといろいろ立て込んでたっていうのもね、あるんですけど。まあ、2022年も、えー まあマイペースでやっていこうかなと思ってるところなんです。で、まあもう昨年のですね、年末からまあいろいろこう、届いてるものもあったりしていて、それもやんなきゃいけないなっていう、結構まあ動画のネタとしてはもうすでにですね、まあケツ叩かれてる感じだったりするので、急いでやんなきゃいけないんですから。いやー動画のあの、サルスクサービスっていうのもやっぱあれですね、ハマっちゃうともう、それをずっと見ちゃうね。<laughs> ずっと見てましたね。今、俺契約してんのが、アマゾンプライムとネットフリと、あとディズニープラス、契約していて、もう、見たいものがいっぱいあってですね、それを消化してたっていうところもあったんですけど、あと、まあ、そうですね、えっと、昨日やっとですね、終わったんですけど、ちょっとこっちの、こっちの方に、今映ってないところに、あの、エアコン、これ交換しましてね、 で、交換するにあたって、今このデスク周りをですね、まあいろいろ整理してたんですよ。掃除もしなきゃいけないし。うん、そういうのをやっていろいろとこう大変だったっていうのがあって、ダラダラしながら掃除とか部屋の模様替えみたいなのもしながらっていうのでですね、動画が全く出せておりませんでした。 まああの、順々にやっていきましょう。えー、もうすでにセスとかもね、えー、その中でいろんな面白いものも発表されたりしてますし、まあ去年の年末の方でも俺が拾えてないスマートフォンもあったりしましたし、そこら辺も含めてやっていかなきゃなと思ってたりします。はい。あとは引き続き、えっ、ー、と、去年も結構ハマってやってましたけども、ゲームですか。そこら辺もやっていかなきゃなっていう感じですね。 いやーなかなか大変ですわ。うん。なんかちょっと、年始早々、えー、前の会社との打ち合わせとかもあったりしてね、そっちももしかしたら、あの、まだ決定ではないんですけどね、もしかしたらそっちでも、またなんかやるっていうことになりそうだったりするんで、そうすると、まあまあまあ、ありがたいですけどね、仕事をもらえるっていうのはね、ありがたいですけど、 自分の好きなことをね、ある程度は制限しなきゃいけなくなってくるなとも思い直してたりするのと、あと、まあ、この模様替えをね、今この、まあ、デスクの上だけじゃなくって、今カメラに映ってないところもやってたりするんですけど、まあ、デスクね、こういつもカメラに映ってるところだけで言うと、まあ、あの、いつもだったらモニターが2枚並んでいてっていうところなんですけど、いよいよ俺もあの、モニターアームつけようかなっていう風に思ってたりします。で、 あのー、結構だいぶ前に、こういろいろこう物色して、これかっこいいモニター目だねっていう動画を何本か作ったんですけど、もうね、なんかね、そこから1年2年経ってると思うんですけど、2年は経ってないか。1年ちょいぐらい経ってるんですけど、いや、2年経ってっかな。あのー、価格がね、上がったりして、よもう作ってないんですよ。生産してなくって、 で、それを、ま、もともと日本で売ってなかった。その生産してる時でも日本では売ってなくって、今だと業務用、業務というか、法人としてなんかこう、やり取りをして発注するみたいな感じになってるんですよね。で、今だと、日本からだとそういう形になっちゃっていて、あとコンシューマー用に売ってるものっていうのももう数が少なくなって、それを注文するってなるとまた、そっちはそっちで、 俺がいいなって思ってたのが、まあ、ノールっていうところの XYZ モニターアームってやつなんですけど、まあ、それがどうしてもかっこいいなって思ってたんですけど、今だとですね、3万5千円とかすんだよ、1本。<laughs> で、俺、モニターが2個ありますから、うーん、日本で6万でしょ ?6 万、7万か。7万とかってしちゃうとですね、ちょっとなっていう。 のがあって、うん、ちょっとまずはね、安いモニターアームでいいかなっていうふうに思い直してたりします。まあ、要はそのモニターアームって、まあ、我々が座って、例えば椅子とか、そういったものと一緒でも、消耗品じゃないですか、うん。ガススプリング式で滑らかに動きますっていうのも、まあ結局ガスが抜けていったりするし、あとメカニカルスプリング式のものだったりしても、結構そっちはそっちで、まあ、 あんまり動かさないければ全然いいんですけど、まあ俺みたいにちょこちょここう、例えば、えー、何か製品を映すときにはモニターをちょっとどけて、上げてとか。で、モニターとか映り込まないようにしながらとか、いろいろこう、配置替えを、まあ普通の人よりはちょこちょこや、変えたりするとかってなってくると、メカニカルだとちょっと、 めんどくさくなってくるかもしれないなと。うん。まあ、動くっちゃ動くんだけど、割とこう、うん、力を入れずともスムーズに動くってなってくると、このガススプリングとかあったりするんで。うん。まあ、どっちにしてもやっぱ消耗品だよねっていう。で、消耗品に、モニターも2本で7万でしょう。7万かけるかっつうと、っていうのがありまして、むしろもっとやんなきゃいけないこといっぱいあるよね、みたいな。 例えば、マイク変えるとかもそうかもしれないし、うんモニナ。モニターもね、今だと俺一応 4K と、えー、WQHD2 枚やってますけど、もう1枚を 4K にするとかっていうのも全然ありだったりするじゃないですか。もしくは、まあ、でっかいワン曲でのウルトラワイドとかにしちゃうとかっていうのもあるだろうし、7万あったらね、 で、あともっと 4K で 120Hz の、まあ、ギリ7万、あとやっぱ買えちゃったりとかっていうの。ねえ。<laughs> あとは、スピーカーとかさ、そういうのもま、あ買おうとも買えちゃうよな、みたいな。思い出してたら7万でモニターで消耗品にかけるのもなと思っちゃって、まずはま、あ安くていいから、ちょっと、まあ、これぐらいかなって許せるものにしちゃおうかなと思ったりもしてたりするんですけど、そういうのもあったりしますし、 まあちょっといろいろね、ごたごたしながらやっていこう、やっちゃう感じになりますけども、ご了承ください。で、現状、あの私の方に今届いているもので、動画としてやる予定のものがですね、えっ、ー、と、スマートフォン用のダック。 ですね、これ今、プロトタイプのものを別にメーカーの方から送ってもらっているのがあって、ちょっと試しながらやってるんですけど、結構いいんで、それを動画にしようと思ってたりします。せあの正式に製品として発売されるのはもうちょっと先なんですけど、今、クラウドファンディングからやってるのかな。それはもうプロトタイプのものを、ね、運よく、はいあのー、手に入れることができていて、ちょっと試してますと。 いうところだったりするし、あとは、まあ前に紹介したペン翻訳機でもうちょっとこうスリムなものが出てるんで、それもお見せしようと思ってたりするのと、あとは、ネック、まあ首掛け式のオープンヘッドホンみたいなやつですね。まあそれも届いてたりするんで、まあ俺みたいにいろいろ作業をしながら、まあそれでも BGM 感覚で音楽流したいとかっていう人にはいいんだなと思っていて、それもお見せしたいのと、 あとは久しぶりに、これまだちょっと届いてないんですけど、えっ、ー、と、ジンバルですね。スマホ用のジンバルで、まあ今年向けというか、ちょっと新しめになってきてるものがあるんで、それをお見せしたりしたいなと思ってたりするのと、あとはいよいよちょっと、まあ去年の年末に、まあ p p o のファインド N が発表されたわけなんですけども、 スマートフォンもそろそろね、あのー、まあ、個人的にはパインドへの欲しいんですけど、日本でどうにか、そこの動きがあればそれポーンって買っちゃいたいんですけどね。ま、あその他のスマホニュースもちょっと取り上げていきたいですよね。話したいこともあるし。 で、あと、まあ、もちろん、時間があれば、あの、生放送とかもやっていきたいなって思ったりするのと、あとはゲーム関連で言うと、もちろんその、毎日日々、えー、ゲーム関連動画出していくのはもちろんそうなんですけども、まあ、それとは別で、あの、PSVR2 とかね、そこら辺の話も出てきてたりしますから、まあ、俺の思うところをね、お話ししていこうと思ってたりします。うん、そんな感じですかね。ちょっと、 今年はですね、あの、まあ、去年もちょこ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 やってったんですけど、やっぱりデスク周りの強化っていうのを今年も引き続き、あの、割と考えながらやっていこうかなと思ったりします。で、去年のうちにちょっとできなかった部分ですね。うん、だモニタムとかもそうなんですけど、だけじゃなくて、例えばそのケーブルも含めてですよ。 pc とモニターとか、そこをつなげる、まあ hdmi のケーブルとかね、まあ今ディスプレイポートも含めて使ってますけども、えー、そこら辺もちょっとこだわれるところはこだわっていこうかなと思ったりしていて、うん、まあ普通あんま買わないよねっていうところもやっていこうと思ってます。<laughs> そんな高くなくてもこだわろうと思えばこだわれる部分だったりするじゃないうん。あの、自己満なんですけど、そこら辺もやっていきたいなって思ってたりしますかね。ちょっとなんかこの、 古いスピーカーをここら辺はね、積んじゃったりしてるんで、そこら辺も片付けたりとか、ちょっとレイアウト考えながらなんで、まあ動画ごとにもしかしたら色々変わっていったり、ね、お見苦しい部分が映ったりするかもしれませんけども、<laughs> まあまあやっていこうと思ってます。ということで、えー、引き続き2022年もよろしくお願いいたします。ちょっと鼻声になっていますけども、まあエアコンもね、新しくなったことですし、 快適な、このデスク周りの環境が着々と整っていってるというところです。ねスマートフォンの話をちょっとするんだと、まあ、その新しいギャラクシーの S22 だったりとか、まあ、去年の S21 の中のそのファンエディションですね、FE ですね、がまあ、いよいよかっていう話だったりとか、あとはその、中国のファーウェイから分離されたオーナーですね、そこのその、 フォルダブルっていうのも、まあ、今この動画を撮影してるところでは、リークがポロポロポロと出てきてるぐらいだったりするんですけど、まあ面白そうなところはありますよね。ただ、そうね、ギャラクシーに関してはちょっと個人的には、ん今年はなぁとは思ってたりします。要はその、冷静に見ると、その昨年の S21 のブラッシュアップっていうところになるだろうなっていうの。 あとは今年の S22 に関してはもうすでにリーグが色い々ろいろ出てきてるんでご存知だと思うんですけども S ペン内蔵の S22 ウルトラが出るって話じゃないですかでこれは一部の人たちは多分結構喜んでると思うんですよねノートの復活だということでだけども個人的にはまあノートはノートで俺好きなんですけどでも純粋にこれ普通にこう冷静に見るとですよ S22 ウルトラがなくなったって話なんですよね。うん。そのう強制的に S22 ウルトラが好きだった人たちは今年買えないんですよ。名前が S22 ウルトラだったとしても S ペンが内蔵されてるんでね。うん。S ペンがいらなかった人たちは、強制的に S ペンが入ってるものを買わなきゃいけないっていうことなんで。うん。これもう、普通、まあ、ぶっちゃけやっぱこれ。 ウルトラシリーズ廃止ですよね。それが今年だけなのか、まあ来年以降もそうなのかっていうのは、今の段階でちょっとわかんないですけど。まあ俺としてはね、あの他の動画でも言ってましたけども、うん、まあその年々その販売台数というものが減少していったウルトラシリーズ、 だけども、まあまあ、今の段階だとそれでもまだファンはいるよねっていうのは、まあそれはそうで、望まれてる声もあるだろうなって思ったりするんですけど、やるんだったら、あの、ノートとしてちゃんと出す。で、それがまあ、一番の最高位だと思うんですよね。だからそれができないんだったら、その S ペンを、まあオプション品として用意するっていう。でそれがまあ、えー、スマートフォンとくっつける、 ことにドッキングできるような構造にできちゃうっていうのが、まあ、次かなと。で、その下が去年もやってたように、まあ、ケースにくっつけることができますよと。端末としてはあの対応してるのはもちろん,なんだけど、ケースにくっつけて携帯しましょうねって、だと思ってたんで、俺はその真ん中のもう S ペンを、まあ、要はその、刀の鞘みたいな感じで、 えー、なっていて、まあ、スマートフォンにくっつける、ギャラクシーにくっつけるようなユニットになっているものが、まあ、一番良かったとこなのかなと思ったりするんですよね。それだったら S ペンが必要ですっていう人も、だけが購入して、かつそれをカチッとその、スマートフォンにくっつけるだけで、まあ、ノートみたいに使えますよっていうふうにできるんで、それが良かったのかなと思ったりするんですけど、うーん。 まあね、ウルトラがなくなってしまうということの方が、俺の中ではちょっとなぁと思ったりしてます。まあもちろんその中の、えー、サムスンとしての判断としては、うん、まあそのウルトラとしての売り上げというか、好評度合いというか、それと、うん、 元々のノートを望まれている声とっていう、まあ、それぞれこう、天秤にかけた上でのことだと思うんで、あれなんですけどね。まあ、実際、現状のリーク止まりなんで、どうなるかっていうのは100、100%こうなりますっていうのはまだ出てないからわかんないですけど、うーん、ちょっとここは難しいですよね。うーん の、ノートファンには嬉しいとは思いますけど、と。ん要はや、やっぱりこう、S ペンを望んでなかった人が多かったから、ノートの売り上げは、販売台数が減っていって、で、えー、サムスンはなしにしましょう。ノ,ノートなしにしましょう。で、S シリーズはでも存続です。一番売れてるんでね、っていうことだったわけじゃないですか。で、そっちに、そっちのユーザーの人たちに対して、 えー、S ペンを強制になっちゃうわけですよね。S ペンいらないよって人たちも S ペンが搭載されたウルトラを買うしかなくなっちゃうんで、うんどうなのかなっていう感じがしますね。S ペンが内蔵されることによって、やっぱりその中の、うーん、容積っていうのは減るわけですよね。どうしてもね。だから、S ペンがなければもっと大きいバッテリー詰めたんじゃないかとか、 うーんもっといいカメラを集めたんじゃないかとか、もっと安くできたんじゃないかとか、うんあとはその S ペンをなくす、ね、可能性とかも軽減、なくなるわけじゃない、全くなくなるわけじゃない、S ペンが内蔵されてなければ、うんじゃないかとか、うんなんかいろいろ出てくるところってあるよね。もそもそも不要だった人に対してつけちゃうわけなんで、それはどうなのかなっていう感じがしますね。 S ペン内蔵モデルと S ペン非,非内蔵、非搭載モデルがそれぞれ出るんだったら別ですけど、ちょっとなーっていうふうに思ってたりします。はい。あのー、サムスン的なそのマーケティング調査の結果、搭載する方針に決まったというのがあるんでしょうけどね。うんだったらじゃあ、なんで去年の段階でうーんノート廃止 っていう感じにしちゃったのかっていうのも出てきちゃうし。うーん、そこら辺がまあちょっとなというふうに思ってますね。まあ、あの、冷静に、えー、サムスンの発表というか公式でね、何を言うのかっていうのは待ちたいなと思いますけども。まあちょっとね、スマートフォンに関してはこんな感じですかね。で、あと去年の段階で、えー、まだ出てきてないところ、あの、シャーミーの12ウルドラなんかも、おそらくこのサムスンの S22 ウルトラの発表に合わせて発表されると思いますし、そこにぶつけてくるね、つもりで、おそらく12ウルトラを温存してたんだと思うんですよね。だからそこら辺も楽しみなのと、あとは OPPO の FINDX4 になるのか、まあ4という数字をあの飛び越えて5になるのかっていうのわかんないですけど、その次の FINDX シリーズですよね。 まあ、グラフィック性能を高めるね、チップっていうのを新しく作っていって、それを搭載する初めてのオッポ端末ってことですから、そこも楽しみですし、まあもちろん、エクスペリアとかね、ソニーなんかで言うと、ワンマーク4になるのかな、今度はね。<laughs> これもうん、まあ、早々に出てくるでしょうから、発表だけはね、されるでしょうから、そこら辺も楽しみにしてたりするのと、うんそうですね。 もちろん格安シリーズとかっていうミドルレンジ帯だったりとかっていうのもありますけど、去年の年末でもちょっと言いましたけど、今年の前半の段階で、まあそう、1月とか2月で発表されることはないと思うんですけど、前半の段階で、そのミドルレンジ帯のフォルダブルっていうのが、シャオミとかから出てくると面白いのになって思ったりしてるので、そこら辺をちょっと個人的には期待してるんですよね。 その、そこら辺が出てくると盛り上がるのになっていうのがあるので。あの、全然あの、確証もないんですけど、むしろこれは願望ですね。出してほしいというですね。あの、このフォルダブル市場をちょっと盛り上げる、うん、起爆剤をちょっと用意してほしいよ、シャーミにはというところなんですけど、そこら辺期待してたりしますし、もちろんその日本国内でのね、ファインド N っていうところも期待してるんですけど、あとはそうですね、シャープ、 うん、去年、あの、一型センサーを R6 でやってきてくれたので、今年も引き続きライカと組んでほしいなと思ったりしてます。契約の内容がどんな風になってるのかわかんないですけど、去年、まあ、インパクトをですね、えー、それに与えたっていうのは間違いないですし、いいところと悪いところっていうのが、まあ、それぞれ出てきましたよね、と。で、悪いところを真摯に受け止め、 で、そこを改善するっていうのを、ライカと協力して進めてほしいなっていう感じはするんですよね。まさかそのシャープが1型センサーを、えー、まず搭載するっていうのもそうだし、ライカと共同で、あまあ、そのレンズ機構も含めて一からやり直すっていうところも、誰もがあの予想だにしないような出来事だったと思うんですよね。うーんで、えーうーん、見えてきたところ、いや、ここいいじゃんってなったところと、 うん、ありますから、そこをやっぱ突き進んでほしいよね。っていうふうに思ったりします。はい。あの、もちろんもう日本メーカーではないんだけども、うん、やっぱそれ思い出はね、皆さんあると思いますから、シャープに対してはね。そこをまあ、うん、突き進んでほしいなっていう感じがしますし、あとは、なんだろう、ちょっとネタっぽく扱っちゃって申し訳ないですけど、バルミューダの、え二、ー、代目。 はい。えっ、ー、と、6インチ前後で動画なんて見てんの、それでもちっちゃいだろうっていうふうに、寺尾さんはおっしゃってまして、えー、もうすでに2代目も作ってるようなことも言ってましたから、そこら辺がどうなるのか。はい。ちょっともうそこもね、見ていきたいなというふうに思います。ということで、えー、2022年もよろしくお願いいたします。また見てな。 拜拜。